皆さんこんにちは。今日はね、12月です。まあ僕の住んでるところは北海道札幌ですんで、ちょっと寒いですね、この格好じゃね。そんな時におすすめのアイテムがあります。それは、これです。これね、あったかいんですよ。すごくあったかい。でもね、そんなにこう、なんかこう、ダウンが入ってるとかっていうんではなくて、実はね、これ最近、よく、流行ってるところではとても流行っているベストなんです。どんなベストかっていうと、これが電熱ベストというやつです。で、この中にモバイルバッテリーがあって、まあこういうようなね、バッテリーがあって、電気が通ってるんですね。で、この電気は赤い時は45度。で、これがどんどん温まってくると青くなって白くなる。なので45度ぐらいをねキープして、もう首元なんか今すげえ暖かいんですよ。もう釣りとかね、そんな時にはもう最高のアイテムで、今年はね大活躍しそうです。今年初めて買ってね、何度か着てるんですけど、まあやっぱり冬場に入ってこれの、発揮するねところがどんどん出てくるんで、中をねちょっと見てみましょうか。中を見るとこういうようにですね、モバイルバッテリーがついてます。このモバイルバッテリーね、これは、5000mAh で多分4時間ぐらい、こう小さいものだとね、本当にこうポケットにこう入れとくだけで全然重みも感じません。で、ちょっと長い時間、10時間とかをあったかくしたいのであれば、こういう1万ミリアンペアアワーのモバイルバッテリー、こういったものもね、やっぱり1万とかになるとどうしても重いんですけど、まあ、10時間ね、こういうあったかいものでしのげると、冬場の外仕事とかね、釣りやスキー、とにかくアウトドア、寒い時のアウトドアにね最高にこうあったかさを発揮します。で、ここの後ろのところにですね、首元があったかいのが、これが結構いいんですよね。これはとってもいいですね。こうしてこうするだけでこう後ろのところにね熱がきます。で、これは自動的に、45度から35度、最後は25度ぐらいの低温で、まあ、やけどしないように、ねなっています。で、こういうような、やっぱり T シャツとか、まあ、冬でしたらね、長袖タートルネックの何か、ものを着ながらね、やると思うんですけど、そういったものをね身につけて、その上から羽織る。なのでインナーの一つ上に着るような感じの方がいいかなと思います。まあ、やっぱり45度でもね、ずっと当たってるとこう痒くなったり、低温やけどまでは多分しないと思うんですけど、自動的にね高温になれば温度が下がってくる。低温やけどにまではならないですけど、やっぱり何か下にね1枚羽織っておけば、今ね気温が、外気温は0度ぐらいですけど、これにね1枚着るだけでもうポッカポカですね。これは超おすすめです。で、下の概要欄にね、この商品のリンクを貼っておきます。で、日本製だと1万6000円とかね2万円とかっていうのがあって、で初めて買ったんでね、やっぱりちょっと安めのやつ、これでね4000円ぐらいですかね、4000円ぐらいで、モバイルバッテリーはね、お持ちのモバイルバッテリーを使ったり、これ専用に買ったりね、5000mAh だと2000円ぐらいで買えますからね、そういうのを2つ持って10時間の釣り、スキー、
と何がありますか、どこかにね出勤するときにもちょっと暖かくしておくというふうな形でね、このベストは今年はねすごい私の中で使うベストだなと思います。これちょっと今色変わりましたよね。色が変わって、これですとこれ白ですよね、白青色、これ35度まで今下がったってことですね。はい、で1万ミリアンペアワーのモバイルバッテリーで高温で6時間、中温で8時間、低温で10時間というものになっています。なかなかいいものなので、今日はこういった商品レビューになっています。またね、僕の使っているものとかおすすめのものがあれば紹介したいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。